中央です。ヘディング決まった。決めたのは岡村和也、今シーズン初ゴールとなりました。大野さん、キッカーを変えた直後のコーナーキックでしたね。身長180センチの岡村のヘディング、やはりこのセットプレーというところでしたね。そうですね、まあ、その前の攻撃も非常にいい攻撃